皆さんこんにちは。こんにちは。今日はエビのクリームパイをご紹介します。はい、パイっていうとちょっとこうハードルの高いレシピのように思われがちですが、冷凍のパイシートを使うととても簡単です。でその分ね、中身の今日クリームですけど、一生懸命作って美味しいものにしたいと思います。エビの旨味が溶け込んだクリーム美味しいですね。はい、ぜひご覧ください。テキストは36ページです。エビのクリームパイをご紹介します。では宮本先生、はい、お願いします。まずね、エビのクリームパイのエビですね。今日むきエビ使いますけど、6尾、目方にして約 60g ほどですが、エビってやっぱり背わたがありますから、竹串で取る手もありますけど、今特にこういったむきエビって背わた少ないんですけど、一応念のために背割りしたりして確認して、なければもうそのままで2つにこう切りましょう、ね、こんなふうに他のも処理してください。そしたらこのエビと玉ねぎをね、こちらフライパン少し熱してやります。油小さじ2を入れて、ここにまずエビですね、それから玉ねぎです。4分の1個です。はい、玉ねぎは5ミリぐらいの大きさに角に切ってください。で弱めの中火でエビの色が変わるまでね、炒めてください。でエビの色が変わるまで炒めながら、玉ねぎにも火を通して甘みだとか香りをね、引き出していきましょう。はい、今日中身がこう玉ねぎとエビですけど、このエビを例えば鶏肉に変えればチキンのクリームパイ、ね、そんな風にして、あとホタテを使ったりとか、こうメインになる食材をいろいろアレンジして楽しんでいただくといいかなと思います。はい、ね、玉ねぎはやっぱりぜひ入れていただきたいですね。はい、クリームが美味しくなります。でエビの色がこう変わってきたら、そしたらここにね、分量のバターです。 15g です。はい、今日のこのクリームソースのいいところは、具とホワイトソース、クリームソースを別々にこう作らないで、一つのフライパンで仕上げますね。これは簡単で嬉しいですね。そうですね。はい。で、バターが溶けたらね、弱めの中火でちょっと火また落として、粉が入ると焦げやすくなりますから、火を落としたところに小麦粉ね。こちらも 15g 使います。はい、で、粉っぽさがなくなるまで、まあ、20秒から30秒ぐらいを目安に混ぜながら、ね、炒めてください。やっぱり20秒30秒炒めることでクリームが美味しいですね。はい、はい、でこんな風にして炒めたら、焦がしちゃいけないですね。必ずこう混ぜながらですね。そしたらここに牛乳が入ります。2分の1カップです。はい、それから塩軽くです。2つまみほど。中身のクリームはあんまり味が濃くしない方がいいですね。でここに粒胡椒をひいて入れて、あとマッシュルーム、今日スライス使います。今日はサラダクラブのものを使いました。はい、1袋です。で、あとはパイ生地で包みやすいように、この状態では包めないので、一つにまとまるまで火を通してください。でこんな風にしてまとまれば、一つにまとまれば火を止めて、このまま冷ましてもいい、粗熱を取ってもいいですし、場合によってはバットに移して粗熱を取ってください。はい、熱いものをパイ生地に置かない方がいいです。ね、そしたらこちら冷凍のパイシートです。とても簡便ですね。で冷凍品ですから戻しますけど、室温でこう戻すんですが、戻しすぎてタラタラにしないですね。だから触った時にちょっとまだ冷たい状態で、少しこう垂れるくらいな戻し方です。はい、ね、今日のポイント、戻しすぎるとね、層の上がりが悪くなってしまうんですね。だから必ず半解凍ぐらいにしてください。で手ごな打ったところで、一回り大きくね、生地をちょっとこう伸ばしましょう。これね、上にかぶせる方なんですね。はい、その理由がね、分かるんですけど、とりあえずこれ上にかぶせる方、伸ばしましたよね。はい、包丁で少しこう切り込み入れます。かぶせた時に中のクリームがちょっと見えた方が美味しそうじゃないですか。はい、こんな風に切り込み入れます。それでこちら2枚の今日パイシート使うんですけど、1枚はそのままの大きさでクリームをのせました。はい、で卵水をはけでね、このまずかぶせる時にこうかぶせる生地がくっつきやすいように卵水を塗ります。卵黄1個に対して水が小さじ1です。そうですね。でパイ生地をかぶせて、でこの時こうちょっと伸ばした理由分かりますね。この膨らみの部分があるから伸ばした方がね、
形が整えやすいです。でしっかりとこう卵をつけたところを押さえて、でここに卵水塗りましょう。卵水はどういう効果があるんですか？色が、焼き色がとてもやっぱり綺麗になりますね。塗らなくても色はつくんですけど、少しこう薄い乾いたような焼き色になるので、やっぱり卵水塗るとオーブンから出した時に綺麗な焼き色がついてて美味しそうに見えますね。それと焼いた時に中身がちょっとこう見えてると美味しそうに見えるので、切り込みも入れた方がいいですね。はい、はい、であとは200度に予熱したオーブンに入れて13分から15分焼きます。今日こちらに焼いたものがあります。あ、いい色ですね。こんな感じで、はい、出来上がりです。それでは材料のおさらいです。2人分の材料です。むきエビ、玉ねぎ、バター、小麦粉、牛乳、塩コショウ、マッシュルーム、今日はサラダクラブのものを使いました。冷凍パイシート、卵黄、水、油をご用意ください。はい、パイ料理でも冷たくても美味しいものもありますが、このエビのクリームパイはね、やっぱり温かい方が美味しいので、はい、もし冷めてる場合は電子レンジだとかオーブントースターで少し温めて召し上がっていただくととても美味しいですね。ぜひお試しください。